はい、皆さんこんにちは。1時回りましたね。2月2日でございます。まったりとした午後でございまして。今日はで予定ないからね、まったりしてるんですよ。ほんまに。原稿書けっていうね、依頼が、昨日、一昨日あたりか、わーっといっぱい来まして、もういくつか書きましたんでね、ほっこりしてますけど。まあね、原稿書くのが仕事ですからね、私はね、喋るのも仕事ですけど。さて、このね、2日ぐらい前かな、産経新聞に、ハーバード大学のですね、ラムザイヤー教授という方が、向こうのなんか、有力紙に書いた論文っていうのがですね、取り上げられまして、それがこの愉快なお隣さん関連でですね、なんかざわざわとしてるんですよ。で、何かと言いますと、別にその大したことないんですけど、ラムザイヤー教授が言わはったのは、例のあの慰安婦問題で、そのああいう方々、ああいう女性っていうのは、別にその、なんと言いましょうね、その、スレイブではなかったですね、セックススレイブではなくて、普通の人類最古のビジネスをなさってる方々ということちゃうのということをですね、まあ、実証的に書かれていたというふうに報道されています。別に私、詳しく読んでません。ただ、それは前からそんな分かってることですよ、はっきり言うて。まあ、それをこうハーバードの教授である人が書いたということを産経新聞が取り上げて、それでまたですね、愉快なお隣さんのメディアがわーっと騒いで、で、その中でですね、こう愉快なお隣さんメディアに共通する論点があるそうなんですけども、その一つがですね、そのラムザイヤー教授というのがですね、日本の勲章を受けていると、上から3番目の勲章を受けてる人だったら1点と、もう1点は日本政府の見解である河野洋平官房長官が、その昔ですね、20年ちょい前ですかに出した談話と異なると、日本政府の正式的な、談話と異なるという、その2点を主に言うてるというふうに言います。この河野洋平という方が何年前ですかね、20何年前に出したですね、そのまあ言ってみれば強制性があったんちゃうかみたいな談話を出してるわけですね。で、それはその朝日新聞がですね、いやあれは間違いでしたっつって、こう何年前ですか、7、8年前に言って、強制性がなかったということが日本の国内ではですね、もうほぼコンセンサスになってるんですけど、それは向こうにとって非常に都合が悪いんでしょうね。愉快なお隣にとっては都合が悪い、なんせ自ら進んで人類最古の商売をしてはったんやということになりますからね、その自分たちの祖先というか、まあ自分たちのおばあちゃんの世代の人々が、それはまずいと、強制性があったことにならないと自分たち被害者にならないということになりますね。なんで、ひたすらその河野洋平が出したです、ね、談話をですね、彼らはしがみついてるわけですよ。まあそれはそれでまあいいんですけど、まあ勝手にやってくれという世界なんですけど、強制性がなかったということについては、もうそのこの歴史をねきちんと調べれば分かることなんであって、河野洋平さんの談話がですね、なんかちょっとおかしいんやということになるんですけども、そこでですね、それをまあ置いといてですね、河野洋平さんの息子が河野太郎なんですね。今なんたら大臣ですか、ワクチン大臣ですか、なんか知りませんけどやってますけど、で、あの方が今こう株がビューッと上がってまして、外務大臣、防衛大臣、今は行政改革担当省&あれですか、ワクチン担当大臣ということで、わーっと株が上がっています。で、あれですね、世論調査によると次期首相にふさわしい人っていうものが一番になってましたね、河野太郎ちゃん。まあ太郎ちゃんね、まあ、仕事はやるんですよ。実務派であり、なおかつですね、こうパワーがあるんですね。で、仕事をやるし、まあ、ある程度ビジョンもあるんですね、あの方は。5番目の歯ぎしりっていうツイッターをやってらっしゃって、私も1回フォローしましたけども、飽きたんでやめました。まあ、それはええんですけど、まあ、なんだかこう、はた目で見てみて、頼もしいところがある方なんですね。もう英語もペラペラです。そんなもん、あの小泉進次郎ってどころちゃいますよ。別にネイティブ並みに喋らはるということです。なんで、まあまあ、分かってらっしゃるんですけど、なんせね、あの方のね、足を引っ張るのがお父ちゃんなんですよ。河野洋平。まだ生きてるみたいですね。で、これが非常にですね、ライトウィングから見るとですね、国に対してですね、こう、よこしまなことをなさった方というふうにですね、見えているわけでして。河野洋平さんっていう方はどうでしょうね。私の親の代とは言いませんけども、
そうですね、親よりちょい若ぐらい、段階でしたかね、もうちょっと上でしたかね、僕は小学校ぐらいの時に新自由クラブってお作りになって自民党でになったという、あの時代、いわゆるですね、あの全共闘世代ですね、だから段階なのかな、全共闘世代の方々でですね、まあ、しっかりとね、自分の考えをおっしゃる方なんですけども、ちょっとやっぱりね、根が左翼なんですよ。根が左翼であるから、まあ、簡単にはええかこしなんですよ。左翼って大体ええかこしなのね、もう私から見てると。こう、綺麗なことをわーっと言って盛り上がって、ほら、すごいねって言って楽しんでる人たちがあって、リアルな現実を見ない方が多くって。でその流れでですね、官房長官の時にですね、官房長談話っていうのを出したんですね。でそれが明らか誤ってるんです、ね。強制性があったことを認めたかのような談話を出してるんですね。それ明らかにそれがですね、こう、後々の日本政府に多大な負担をかけてるわけで、はっきり言って効能談話って誤りなんです。だからね、取り消しはいいんです、そんなもん。今の内閣は。あれは間違いでしたと。言ってしまえばいいだけの話で、談話ですからね、一方的に語ったわけですから、別に向こうで約束した、認めたというわけではないんで、取り消してしまえばいいんですけども、とまあ、取り消さないからですね、連中は、愉快なお子さんの連中はそれを、こう、あれですね、金塊 玉城のごとくにして、おらおら、ここで認めてるやないかと言うてきてるわけでございます。それが今回のラムザイヤ教授の話にも、これでできて、日本政府と違いないかと。学術的な、ね、論文ですからね、日本政府の見解と違って、なんでそれがあかんのっていうことなんですけど、あの方々という価値観はですね、そう、あれなんですよ。そういう学術的に物事の事実を究明するという価値観がないんですね。そういう感覚がないから、単純に政府の見解と違うことはそれは違うってなるわけです。まあ、それもアホらしい話なんですけど。で、こっちの話を戻りまして、河野太郎ちゃん、次期首相候補でございます。有力です、かなり。さっき言いましたように、某調査では一番になっていると。で、多分ね、次、菅さんの次に太郎ちゃんがなるかどうか分かりませんけども、あの方まだ若いですから、僕より若いような気がしますね。僕より若いぐらいなんで、目はあるんですよ。日本の総理大臣になる目はあるし、まあ、いよいよ、パワハラ男と言われてまして、ちょっと協調性がなさすぎるところが、伝えられていますけども、まあ、リーダー候補ではあるわけですね。で、その彼のリーダー、まあ、総理大臣になってもいいとは思いますけども、なるための足かせがお父ちゃんなんですよ。お父ちゃん。お父ちゃんが出した談話。お父ちゃんが出した談話があることによって、傭兵の息子かというふうに見られて、だから僕以上の年代の人たちからは、まあ悪いやつではないけども、あれお父ちゃんがあれやからなということになって、ものすごく足を引っ張るんちゃうかなというふうに私は思います。で、太郎ちゃん自身もですね、やっぱりお父ちゃんですから、そのお父ちゃんは足玉に言えないわけですね。非難できないんで、お父ちゃんを擁護するような発言があります。お父ちゃん発言、お父ちゃん談話ですね、河野洋平談話を擁護するような発言があってですね、あれは間違いですと言い切っていないわけなんですね。でも、それである限りにおいて、僕以上の年の年代の保守的な考えの、まあ、自民党の支持者ですね、からはですね、あれの息子やからなと思って、親子やから関係ないっちゃ関係ないですけど、でも、そういう見方は厳然としてあるし、彼が総理大臣になった場合、お前のお父ちゃんが言うたことやろって言って、愉快なお母さんに言われる可能性も十分あるわけですよね。だから、彼にとっては大いなるハンディキャップになっています。ね、でも、それを解消する手段っていうのがあって、現内閣というか、その時の内閣、あるいは彼が総理大臣になった時に、うちのお父ちゃんに言うたことあれ間違いですって言ってしまえばいいだけの話なんですよ。まあ、それでまた一気にわーっとなりますよ。なりますけど、そんなしゃあないやんな。お隣さんと付き合ってる限り一気にわーってこう燃え盛る日になるのはですね、もうこれ日常茶飯事のことであって、それをいちいち恐れてはいけないと思いますし、まあもう燃えるだけ燃やしちゃったらね、でもやーって、ほら燃えろ燃えろみたいな。もう2019年のね、ジャパンボイコット
事件があったわけですから、もうそれ以上のことにはならないわけであって、まあ、やって大規模ならやってみろっていう世界なんですね。だからですね、そのいつかどこかで日本政府はこの談話を取り消さなければいけないんですけど もう早めにやった方がいいんちゃうのと。で、太郎ちゃんがなるにはそれがネックになるし、もう太郎ちゃんがもしなったらね、もう自分で取り消したらええんちゃうのと。 お父ちゃんの言わたことはお父ちゃんの言わたことだけど、あれは違うんやと言わざるを得ないでしょうね。だからそれだけね、河野洋平というあのじいさんがなさったことはですね、非常に日本にとっては罪深い、損害の大きいことであったというふうに私は思っております。これに関連するサイトはございませんので私が喋っただけでございます。皆さんどこかで探してください。河野洋平談話、ということですね。あとはラムザイヤー教授の論文ということでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。